はい、どうもこんにちは。本日もワールドボーイチャンネルをご覧くださってありがとうございます。ワールボーイです。今日はね、天気がいいんでちょっとねドライブしてこようかなと思うんですけど、カメラは α7M3、 レンズがね 24mm105mm の F4 の G レンズ、これでねちょっと行こうかなと思ってます。マイクがですね、いつも外部マイクはこれビデオマイクロを使ってたんですよ、ロードのね。だけど今日はちょっとね、アマゾンでこれの方ポチりました。はいと、見えますかね。はい、 DJI のね FM15 フレキシブルマイクです。いやー、ビデオマイクロとね比べるとかなり小さい。これもねかなりコンパクトでね使い勝手はいいんですけど、まあビログ撮影するのにね、コンパクトさはね本当に永遠のテーマなんでね、これかなりね評判がいいみたいなので、ちょっと試してみたいと思います。見るだけでもねかなり大きさが違いますよ。うん、でカメラの、ね、上にホットシューにつけるわけじゃなくてね、そのままマイク端子にねこうぶっ刺せるんでね、このスタイルはねかなりコンパクト。じゃーんと取り付けてみたらね、こんな感じです。かなりコンパクト。動画でねいろいろ見てはいたんですけど、思ってたよりかなり小さいです。ではね、出発前にちょっと軽くマイクのテストをねしてみたいと思います。はい、それでは簡単にマイクのテストをしてみたいと思います。こちらの音声は α7M3 の内蔵マイクの音声です。こちらは α7M3 の内蔵マイクの音声で音声を取っています。はい、続きましてこちらの音声はロードのビデオマイクロで音声を取っています。こちらはロードのビデオマイクロで今音声を取っています。はい、そして最後にこれは DJI の FM15 フレキシブルマイクの音声です。こちらの音声は DJI の FM15 フレキシブルマイクで音声を取っています。いかがでしょうか。ちょっと後でね聞き比べてみるのが楽しみです。よし、というところで出発。今日は天気がいいからアイスかな。ひまちゃん、今日はアイス食べに行きますか。アイスだよ、アイス。うん、アイス食べたい。アイス食べに行くよ。うん、アイス食べに行こう。はい、じゃーん、遠軽町にあるねチャチャワールドっていうところに来てみました。ひまちゃん、行ってみますか。行ってみましょう。どうぞ行きましょう。うん、行ってみよう。行きよう。うん、すごいすごい。ひまちゃん、なんだこれ。うん、行こう。お、すごいすごい。お、なんか遊べるとこがある。よいしょ。すごい、これは。よいしょ、ここに乗せるのかな。
あ、ひまちゃん、もしかしてあれ、あれはいましたよ、ミッキーさん。はい、ほいと、大きい木のね、ミッキーの人形がいます。すごい。はい、からくりおもちゃ。うわ、すごい、これ何、これ、トンボ。わわわわわわわ、なんだこりゃ。ひまちゃん、なにこれ。ほいと、これは汽車かな。ひまちゃん、乗ってみてください。はい、じゃん、写真。お、ここは遊べるところかな。お、すごいすごい、これは楽しいわ。ひまちゃん、貸し切りだよ、誰もいないよ、こんな広いところに。遊び放題だわ、遊ぶぞ。それじゃね、ここにある木馬に乗ってみたいと思います。よし、よいしょー。おー、すごい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 、ほいほい、おー、いい感じいい感じ、初木馬。初木馬。あら、それもくれるの？ありがとう、優しいね。かわいい。すごい。それ食べたい、トント食べたい、トント食べたい。ひまちゃん、トントに食べたい。ありがとう、ありがとう。あ、まあまあまあ。あ、おいしい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 。あ、おいしい。おいしい。ひまちゃん、ここ楽しいね。また明日来る？よいしょ。はい、という感じでね、エンガル町にありますね、チャチャワールド。木のね、おもちゃがたくさんあってね、お子様連れの人にはね、ぜひおすすめです。いやー、これね、本当にでも、うん、DJI のね、FM15 のフレキシビルマイク、かなりいい感じだと思います。小さいしね、なんせコンパクトっていうのがね、一番いいし、音声もね、ちょっとね、聞いた感じだとそんな悪くない感じです。うん、よいしょ。これにね、もうちょっと軽いね、単焦点レンズとかあればね、かなりいい感じ。したら、たくさん遊んだからお昼ご飯食べに行こう。ちょっと遅くなっちゃったけどね。という感じで、お腹が空いたからお昼ご飯食べに行きたいと思います。じゃーん、本日のお昼ご飯、サンパチです。ちょっとね、子供がご飯食べに行けるようなところがね、探したんですけど、なかなかなくてね。まあ、ちょっとラーメン食べたいと思います。はい、北見さんの玉ねぎを使ったオニオンラーメン、よし、完食です。はい、と、ごちそうさまでした。お腹いっぱい。はい、それじゃね、アイスクリーム屋さんに来ました。
今日のねちょっとね目的がアイスを食べに行こうというのがねあの目的だったんですけど、見てください。はい、ちょっとね遊び疲れて寝ちゃいました。一緒にねアイス食べたかったんだけど、もう夢の中です。たくさん遊んだからまあ仕方ないね。ごめんね、トットは食べるよ。したらソフトクリームねミックス食べたいと思います。うん、おいしいおいしい。はい、今はねサルモコが見えるところで夕焼けを待ってます。もうちょっとしたらね赤くね夕焼けになると思うんですけど、まだちょっとならないかな。今は夕焼け待ちです。来る途中にね2点ほど買い物しました。まずはねキャンプ用のスキレットです。キャンプ用にね使うために買いました。2個目が MacBook Pro 15インチ用にねノースフェイスの PC バッグ、迷彩柄。いつもねカーキとか迷彩のものばっかし買っちゃうんですけど、また迷彩柄です。2点ほど買い物しました。うん、綺麗綺麗、夕日が出てます。まちゃん綺麗だね。まちゃん、どうでしょうか、サロマ湖のね夕日です。うん、綺麗綺麗。はい、という感じでね今日は一日天気が良くてね気持ちよかったですね。気持ちよかったね。これ写真 DJI のね FM15 フレキシブルマイクのね調子はどうだったでしょうか。かなりコンパクトでね使いやすくて、一日通してね今日使用してみましたけど、すごく取り回しが良くてね、後でちょっとね音声確認してみるのが楽しみです。今ちゃん、これ写真見える？うん、という感じでね日がもうそろそろ沈みます。本日はサロマ湖のね夕日をバックに動画は以上です。本日もご視聴ありがとうございました。次回の配信でお会いしましょう。したっけねー、したっけねーは、したねー、はーい。